皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。本日の主役はすでに画面に登場しております、野ネズミさんです。この野ネズミさんは体の大きさ、体毛や耳の形からしてエゾアカネズミさんだと思います。エゾアカネズミは日本固有種であり、北海道から九州までの広い地域に分布しています。この子たちは本来夜行性で昼間に見ることは稀ですが、撮影された時間が早朝だったので夜の間餌を探して歩き回って、巣に帰る途中のアサガエリマウスだったのかも。そんな悠長なことを言っていられなくなりました。ネズミ返しを設置し、完璧な野ネズミ対策をしたバードテーブルに飛び移ったように見えます。そして華麗なジャンプで戻ってきました。完全に油断していました。エゾアカネズミが隣のバードテーブルに飛び移る瞬間を捉えるため、カメラアングルを変えて撮影を続行します。この後親子連れのスズメさんは来ましたが、エゾアカネズミは現れずに、翌朝決定的瞬間を抑えるため再チャレンジです。バードテーブルはいつものように早朝からスズメさんたちの賑やかな朝食会場となっています。果たしてエゾアカネズミはいつ現れるのか、それとも今朝はひまわりの種を食べに来ないのか。今日はスズメさんたちのお食事タイムが一段落したら、バードテーブルの掃除もしたいのです。現れたのは河原ひわさん。利き手取っているので河原ひわさんの姿が小さく映っていますが、特徴的な羽の黄色からして河原ひわさんに間違いありません。河原ひわさんが現れたのは11日ぶりです。河原ひわさんは例年なら10月くらいまで道東にいるらしいのです。私はすでに本州に向け移動を始めたと思っていました。完全に私の予想は間違っていたようです。それにしても困ったぞ。エゾアカネズミ対策で今河原ひわさんが使っているバードテーブルを片付けようと思っていたところです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。